7日火曜日午後1時を回りました。ミスチーテターヤが FM ラハカルチャンプルナオキエ通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、日曜祝祭日もやってるよラウンジオンザロードの提供でお送りします。始まりました。ミスチーテターヤが神奈川県出身、沖縄在住8年目の今日も明日も25歳、長谷川美鈴こと浮かれたパーソナリティミスチーです。今日もよろしくにげさびら。ちょっとね、今美鈴頑張って声出してるんですけど、めっちゃまた枯れてますね声ね。全然第一声じゃないですよ。たまに夜の8時ぐらいに第一声の時がありますけど寂しいな、おい人生自体がみたいな。今日は大丈夫です。朝からちゃんと発声練習してきたけど、この枯れ声っていう。昨日ね、3時半ぐらいまで、お店が終わってから3時半ぐらいまでちょっとあそこは雲寺かな、雲寺の58号線沿いの雲寺の、どこだろうにある前島交差点かな、リッチモンドホテルとかあるのライブハウス B1 でちょっと歌って踊ってきましたけども、そこで多分声がやられたんだはずね。そんな感じで今日も1時間このかすれ声でお付き合いください。さて今日のコーナー案内です。猫って本当にわがままなの、三毛猫のみーちゃん、そしてブチのムンタ君と暮らすミスチーが、猫好きのあなたにも猫が苦手なあなたにも知ってもらいたい沖縄猫ライフ情報をお届けします。そして漫画アニメ好き勝手、王道からマイナー作品までオタク歴32年のミスチーが好き勝手に熱く語ります。そして FM 那覇では世界中から見て聞きます。 FM 那覇で検索してください。トップページに動画が流れますので、そのまま見ていただければ、ミスチーのねこのかすれた声と、変な顔あ、いつもだったが、映ってますのでよかったら見てください。そして、アプリのユーストリームツイキャスでも、見て聞けます。インストールダウンロードして見てください。そして後々 YouTube でも録画してありますので、 YouTube でも、生放送で見れなくても後々、録画を見ることができます。 FM 那覇で YouTube 検索してぜひチャンネル登録してください。メール待ってます。メールアドレスはターヤーが@fmnaha.jp、 ターヤーが@fmnaha.jp です。皆さんの熱いメッセージお待ちしてます。ねえねえ、最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え、クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけどクチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めはあさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。
ジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ステーキハンズ横ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょう。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる。ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。今何時？まだ10時やっさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所前よ。甘いよ、くもじの川沿いの古民家よ。甘いよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまりもデージになってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だば。じゃあ離れで決まりだな。昼飲みやってる離れ。ミッチーとタイヤが FM 那覇沖江通りスタジオに生放送でお送りしております。早速ですけど、ちょっと週末の今週末のイベントの紹介をしたいなと思ってます。沖縄は今は桜がね、真っ盛り満開ですね。うちのお店も松山の大門閣で、オンザロードってお店やってるんですけど、そこでもうちのお店でもミスチーのやってるお店でも桜が満開に咲いてます。結構大きくお花屋さんとね契約して毎回持ってきてもらってるので、結構大きくドバッと1メートルぐらい伝わりづらいわあの1メートルぐらいの大きさのお花、壺からね、あの一番上まで1メートルぐらいの高さで、横にも結構広くて桜がね2つ置いてあるんですけども、そしたら多分ほとんどお店占拠しちゃってるね。そうだね、言われてみたらお店の3分の1は桜で占拠してるからどんな店だいって話ですけども、そこの桜も満開ですので、よかったら皆さん来てください。週末のイベント、那覇桜祭り余儀公園であります。もう咲いてますかね。週末2月の11、12、土、日とやってますので、ぜひ皆さん行ってみてください。こちら2月の12日日曜日までですね。お散歩がてな余儀公園に行って、桜を見てみてください。そして第10回泣き神宮祭り、泣き神城のお城ですね、グスクで、桜祭りやってますので、こちらもぜひ行ってみてください。私まだね一回も行ったことなくて、昼は行ったことあるんですけど、夜の、夕方6時からライトアップされますよね。そのライトアップに行ったことがなくて、ぜひ行きたいんですよね。お城、泣き神城全体を結構ライトアップするみたいで、それ写真とかでしか見たことないんですけど、写真で見ても相当綺麗ですよね。泣き神宮祭り、2月の12日今週末までですね。入場料400円となってますので、11と12同日とは6時からエイサーなどの芸能披露もありますので、ぜひ皆さん今週末行ってみてください。そして浦添市にある浦添美術館、きらめきで飾る螺鈿の夕日を集めて。皆さん螺鈿ってご存知ですか？螺鈿は沖縄は特にそうなんですけども、夜光貝とかの貝をちょっと加工して、すごく綺麗に輝くものを螺鈿って言うんですけども、沖縄夜光貝がすごく取れるので
盛んなんですよね、螺鈿が。よかったらこの作品とか、あの浦添市美術館でやってますので、ぜひ皆さん行ってみてください。入場料800円、2月の19日までです。以上、週末のイベント情報でした。さて、ここで1曲聴いてもらいましょう。私の大好きな曲でございます。 TM ネットワークで Get Wild。
2月7日火曜日午後1時16分になります。ミッチーテタンヤが FM 那覇沖江通りスタジオに生放送でお送りしています。さて早速、第1回ありがとうございます第1回、コーナー行きましょうか。毎週火曜日に、やります。漫画アニメ好き勝手、王道からマイナー作品までオタク歴32年のミッチーが好き勝手に熱く語ります。ぜひお付き合いください。ちょっとね、ダラダラになってしまうかもしれないんですけども、そこら辺は目をつぶってじゃなくね、耳をつぶって聞いてくださいどんな言い方やねんっていう。では早速今日の漫画アニメ好き勝手第1回、栄えある第1回の、漫画は、私の漫画を好きになったきっかけをくれた、作品ですね。牛と虎、皆さん知ってますか？牛と虎、結構男性少年漫画なので男性は知ってる方多いと思うんですが、作者藤田和弘さん52歳、初連載が牛と虎でした。週刊少年サンデーで1990年、平成2年からですね、から、1996年まで、牛と虎連載してました。漫画が全33巻プラス外伝が1巻っていう感じで、一昨年の2015年、そして2016年に牛と虎のアニメもやってましたね。第1期第2期と、あと OVA なども出てるんですけども、やはり漫画派の方はアニメ、どんなアニメよりもやはり漫画ですよねって思うんですけども、イメージがすごく膨らみますのでいいと思います。漫画好きですね。私がこの牛と虎を見た時に、何がすごく、もともともっと前から漫画自体見てたんですけども、連載、要は1巻2巻3巻って全巻買おうと思った漫画がなかったんですよ、それまで。でも牛と虎に出会った時に、あ、この漫画全巻欲しいっていう風に思って、初めて全巻揃えた漫画が牛と虎だったんですけども、牛と虎って聞いて皆さん結構大好きっていう方とっても多いと思うんですけども、それからね、私この藤田和弘さんの漫画をよく見るというか、未だに少年週刊少年サンデーで連載中なんですけども、ほとんどの漫画を買ってますね。外伝から、いろんな作品の外伝から、作品すべて持ってますので、今日はその中から牛と虎を紹介したいと思うんですけども、まず牛と虎を書くにあたって藤田和弘先生の着想は、中国の伝説に登場する神剣、神の剣ですね、神剣で、それを獣の槍という設定にして後々キャラクターを考えていったと。すごいですよね。ちょっと私この後キャラクターを考えていったっていうので、妖怪が出てくる話なんですけども、妖怪というか、牛と虎の中では化け物っていう形になってます。その敵味方全部合わせて約90妖怪っていうのかな出てましたね。名前がある化け物だけで、90前後の妖怪がいましたけども、すごいですよね。私もちょっとびっくりしたんですけども、っていうかそれ私数えたんですけどウィキペディアで数えてみたらなってました。そんな感じで、この牛と虎、牛って主人公、中学校2年生の主人公牛くん と、お寺で暮らしてるんですけども、そのお寺の地下に閉じ込められてた妖怪虎の2人の出会いから、2人って言っていいのかな、妖怪ってなんて数えるんだろう、1匹かなん、個体数なんて言うんだろう、妖怪のこと、1妖怪2妖怪なんか妖怪みたいな親父ギャグ、本当にもう私今日すごい冴えてるわ。ちょっと話が脱線しましたけども、そうですね、主人公の牛と、妖怪の虎が出会ってからずっとこの妖怪を退治していくっていう話なんですけども、いい妖怪悪い妖怪っていう設定もありまして、すごく好きなんですけども、私この牛と虎の漫画をきっかけに多分
冒険者、とかこの少年とか少女が成長していく過程の漫画がすごい好きになりましたね。あとは妖怪系が好きになりました。牛尾と虎の漫画のおかげで妖怪とかファンタジー、このあの人間同士の話の漫画ではなく、この対妖怪とかなんかこういうなんつうの、人間ではない相手と戦う映画じゃない漫画がすごい好きですね。もうその中の一つで牛尾と虎っていうのは本当にもう代表、私の中で代表ですし、そのきっかけをくれた漫画ですね。もう本当にありがとうございます。皆さんちょっと覚えてますかね、主人公の牛尾が虎と出会って、そこからこの牛尾の同級生友達とかを巻き込んで、どん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 妖怪と知り合いになったり友達になったり、時には敵だった相手が仲間になったりとか、いろんなこの、まあ、よくあるっていうか、この王道のやり取りをした後みんなが仲間になっていくっていう、その後さらに仲間だと思ってた人に裏切られるとかあるんですけども、あれは秋葉の兄ちゃんでしたっけね、バイク乗りの秋葉の兄ちゃんが初め仲間だったんですけども、その後結局この白面のものという大きい一番の大きい敵にあの結局つけ込まれたっていうのかな。それでこの秋葉の兄ちゃんは牛尾くんに殺されてしまうんですけども、やられてしまうんですけども、またそれも切ないですよね。本当になんかね、そういう切ない話ってすごい好きでいいですよね。最後のラストシーンもすごく切なくて好きなんですけども、そのトラっていう妖怪は実はですね2000歳なんですよ。すごいですね。2000歳って言い方おかしいな、2000年ぐらい生きてるっていう設定なんですけども、2000年ってすごくないですか。今21世紀なので、まあ、約紀元前、若干紀元前ですよね、まあ、西暦ができた頃にトラが生まれたっていう、っていうねそんな昔からトラくん今現在にいるんですかっていうふうに思うんですけど、それはもう大妖怪って言われるわなっていう。その妖怪の中でもあの牛尾と一緒に戦うトラは怯えられてるっていうか、この注目を浴びられてる、名前を聞いただけでこの震え上がる妖怪とかもいたりするトラ と、中学2年生の牛尾の話なんですけども、この牛尾がトラを刺されてた、トラが、封印されて刺さってた獣の槍っていう槍があるんですが、その槍を抜いた時からストーリーは始まるんですよ。でその牛尾は獣の槍を持ったことによって今まで見えていなかった妖怪が見えてきて、その妖怪たちをこのトラと一緒に戦って倒したりっていう話なんですが、最終的には白面のものっていう白い、9つの尾を持った、イタチに似たような大きい妖怪がいるのですが、その妖怪と大妖怪と最終的に戦うっていう、ストーリーなんですけど、これがね全33巻にわたってあるんでございますよ。あーもう読みたくなってきた。私のちょっと好きな、戦いをちょっと紹介していいですか。まずだいたい空陸海と戦いが、妖怪というのこの戦いがあるんですけども、まず空は飛行機ですね。北海道に牛尾と虎が北海道に向かうときに飛行機に乗るんですけど、その飛行機の相手の妖怪が確か襖、皆さん思い出しました、襖って言ってこの飛行機を食べて人間をごっそり食べて、やるっていう妖怪なんですけども、襖っていう妖怪と戦って、その時にこの獣の槍をこの飛行機を貫いて外にいる襖を倒したっていう、あのシーンいいですよね、すごく。そして陸は多分たくさんの戦いがあると思うんですけど、私このトンネル、北海道と青森をつなぐ青函トンネルの時の山魚っていうあの妖怪がすごい好きですね。山魚と妖怪が好きなんじゃないですよ、山魚と戦った時のこの戦い方がすごい好きですね。あとは海ですと、これは
あれはなんだっけ、大きいクジラみたいなあやかしですね。あやかしと戦うんですけど、この時に牛尾、中学校2年生のこの主人公の牛尾の同級生の友達で、女の子で朝子と真由っていう女の子、女友達がいるんですけども、その子たちもだん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 この牛尾の巻き込まれていって、牛尾の戦いに、で、あの妖怪の虎とも仲良くなっていくんですが、その時にこの真由と、真由は真由でこの虎と、虎に助けられる、そして朝子は朝子で虎に助けられてっていう風な感じで、だん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 仲良くなってくるのですが、この海の妖怪あやかしと戦った時の女の子が朝子ですよね。牛尾とこの多分将来結婚するであろうあの女友達が、喧嘩友達でね、あの目が合えばこの喧嘩をするっていうよくあるパターンの話なんですけども、その朝子が牛尾に助けてもらうっていうあやかしの中で、これもすごく良かったですね。でその後はですね、真由とトラちゃんの、トラちゃん、真由はね、トラのことをね、トラのことをトラちゃんと呼んでるんですけども、そのトラちゃんとの話で、タイウラとナドカっていう妖怪の話があるんですけども、あそこはデパートかな、大きいデパートに、あの真由が買い物に行った時にタイウラとナドカがあの真由を襲うっていう、その時にトラが助けるっていう感じの話なんですけども、そこもすごくストーリーっていうか、あれ好きですね。牛尾と、トラと真由のやり取りで、最後この有名な真由のセリフがあるんですが、それがね、泥なんてなんだいっていうセリフを真由が相手の敵の妖怪のタイウラとナドカに言うんですけども、それがすごい好きなんですよ。泥なんてなんだい、全然わかんないですよねもう泥なんてなんだいっていうセリフがすっごい好きで、でそのままあの自分のことを犠牲にして、飛び降りるっていうね全然わからないですね。その飛び降りる時にトラがこの助けるっていう、あ、もうあのシーン最高ですね。そのトラが眉を助けたと、助ける時のシーンがあって、落ちていく眉がダーってあのデパートの上から落ちていって、でそのままトラがダッシュでこうって助けに行って、で最後ページをめくった瞬間に、この漫画のページ丸々1ページを見開きのページ全部使って、このトラが舞を助けたシーンを表現してるんですけど、そこがまたすごく躍動感があって、1枚の絵なのに躍動感があって、すっごくいいシーンなんですよ。それだけで伝わるっていう、今何が行われていて、どんな状況でどんな心理でこのトラが舞を助けたかっていうのが全て1枚のページで汲み取れるっていう、もう最高に好きですね。もうありがとうございますって感じで、藤田和弘先生も牛を虎作ってくれてありがとうございますって感じです。そんな感じで私ちょっとちんだら、たら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 と好き勝手に語らせてもらいましたが、今日は王道かな、牛を虎は王道じゃないかな、王道だよね。でもね、牛を虎って知らない人、多分漫画好きな人で牛を虎って知らない人いないと思うんですよ。あと見たことはないけど、うん、もちろんタイトル知ってるよっていう人もいると思うので、ぜひ、私の拙い話でしたけども、あの見てみたいと思った方がいましたら、ぜひ見てみてください。お、そしてツイキャスから、コメントありがとうございます。山里純子さん、おー、ツイキャス見てくれてる、今日の服かわいいって、ありがとうございます。ツイキャスじゃないからニューストリームかな、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。そんな感じで、次の曲に私がこの牛尾と虎について語ったので、皆さんにちょっと一旦曲を聴いてもらおうかなと思う前に、今日の第1回のコーナー、漫画アニメ好き勝手は牛尾と虎でした。聴いてくれてありがとうございます。では曲に行きましょう。森川ゆかりさんでShow me。
2月7日火曜日午後1時36分になります。ミスチーテタンヤが FM 那覇沖江通りスタジオより生放送でお送りしています。あと20分ぐらいかな、お付き合いください。で、先ほどですね、毎週火曜日にやるコーナー、第1回漫画アニメ好き勝手、流行る第1回は牛音虎を語ってみましたが、藤田和弘先生の作品ですね。皆さん好きな漫画とかアニメとかありますか？ミシティさん、こうよかったら今度こういうの語ってくださいとか、メッセージくれたらすごく嬉しいですね。メールアドレスがターヤーが@fmnaha.jp、ターヤーが@fmnaha.jp、ツイキャスやユーストリームのコメントからもメッセージをお待ちしています。なんかね、やっぱりこの日本独特の文化ですよね、漫画アニメっていうのは。ドラゴンボールにしろ、ワンピースにしろ、ポケットモンスターにしろ、この世界を股にかけて有名になってるっていうか、なんだろう、繊細だよね、日本人のこの感性って。漫画にしろ何でもそうなんですけども、それがこの世界に認められて、この日本の文化が世界中に広がるっていうのはすごく嬉しいんですけども、そのうちの一つとして漫画やアニメが、最近はあれですよね、コスプレ大会が結構世界であったりしますよね。あれはすごくいいなと思って、私も参加したいですけども、ちょっとね、何のコスプレしたいかって言ったら、何のコスプレしたいかな、みんな何のコスプレしたいですか、ちなみにね。なんか私、なんだろう、じゃあ牛音虎の虎でもやろうかなそれただの虎だよね、虎のなんか着ぐるみ着ればいいんだろうっていう、そんな感じですよね。さて、じゃあもう一つコーナー行ってみましょうか。いいですか？そうです、私がいいですかって話ですよね。猫って本当にわがままなの？三毛猫のみーちゃん、ブチのムンタ君と暮らすミスチーが、猫好きなあなたにも猫が苦手なあなたにも知ってもらいたい沖縄猫ライフ情報をお届けします。で、ね、私物心ついた頃から、猫がいたんですよ。なので猫のいない生活っていうのがまずなかったんですよね、沖縄に来るまでは。沖縄に来るまでは猫のいない生活っていうのがなくて、で沖縄に来て、ミスチー8年目なんですけども、沖縄に来てこのパタ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 最初の半年ぐらいが過ぎたんですよ。その半年ぐらい過ぎた後にですね、やっぱり寂しさとか、お家に帰って一人ぼっちだと寂しさと、あと癒しが欲しいなっていう風にすごく思うようになって、半年目ぐらいで沖縄に来て、でそれで、あ、そうだ、そういえばうち猫いないやと思って、猫のいない生活私初めてだなと思ったんですよ。なので猫を飼おうって思ったんですけど、その時に私たち人間が例えば動物を飼うっていう、このペットを飼うってなった時、犬でも猫でもウサギでも鳥でもいいんですけども、どっちかって言ったら、エゴですよね。今私が思った感情もエゴだと思うんですよ。寂しいから、癒してほしいから飼いたいって、これって人間のエゴだと思うんですけども、そうではないんですよね。やはり一緒に共存していくっていうふうに私は思うので、同じ生き物なのでね、同じ体の作りですよ。よく前に飼っていた猫が糖尿病で亡くなったんですけども、うちの猫が糖尿病なんだよねって言ったら、あ、猫も糖尿病ってあるの？って言うんですけども、もちろんありますよね。同じ、本当に同じ哺乳類なので、そういうふうに甘いものばっかり、人間としていいものばっかり食べていれば糖尿病にもなるしっていうふうに思うんですけども、あ、ちょっとそれは置いといてですね、それで私はその自分が癒されたい、猫を飼いたいと思った理由が癒されたい、あと寂しい、あ、これだけで飼おうっていう風に思って、自分ですぐ、あ、ダメだなと思ったんですよ。そんな理由だけで飼うんだったら、飼わない方がいいだろうなと。で、猫のことを詳しく調べたら、やはり猫って環境が変わるとストレスになるんですよね。
人間につくんではなく建物に付くっていうので、猫は逆に犬は人間につきますね。だから引っ越しをこうやって繰り返しても、まあ、もちろんステルスになると思うんですけども、引っ越しを繰り返しても人間につくので一緒に連れてってくれれば全然構わないんですけど、猫は建物につくって言われてるので人間が引っ越してもアメリカとかでよくある話ですけど、何百キロの道のりをかけて元のお家に帰ってきたっていう猫とかもいるんですよ。そのぐらい人ではなく建物に住み着くって言われてますね、猫は。でそういうのも調べた時に、あ、私沖縄に来てまだ半年、それプラスいつ何があって実家に神奈川に帰るかわからないって思った時に、そしたらじゃあ飛行機に、沖縄県から神奈川県羽田空港まで行くのに約2時間半から3時間、この子を飛行機に乗せてお家に連れてくってなった時にすごくストレスになるだろうなって思ったんですよ。そう考えたら私の勝手でこの、あの猫を飼って、本当にエゴだなと思ったんですよ、自分の。でそれで一時期やめたんですよね。あ、じゃあちょっとこういう風にストレスを与えるぐらいだったらもうやめようっていう風に思って、であとやっぱり環境も生活環境も変わってくるので、動物を飼うってことは犬だったら散歩などもしなくてはいけないし、猫ももちろんこのトイレもしますので、ね、犬は散歩に行った時に外でして、それで主人さんが片付けたりしますが、猫はちゃんと猫用のトイレがありますので、お家の中で、トイレをした後に処理をするのも人間ですし、もちろん餌をあげるのも人間ですし、やはり生活リズムが変わりますので、そういった意味ではこの安易に飼ってはいけないっていうふうに私自分で気づいたんですよ。でそれでじゃあ今後猫を飼うことがあるんだったら、ペットショップではなく、このどの地方にもどの地域にも必ずこのシェルターって言って、この猫や犬のボランティア団体というところがあるんですけども、そこをちょっと調べてみようと思って、沖縄なんか保護団体みたいなところで調べたら、宜野湾にあるケルベムっていう動物たちを守る会、ケルベムっていう法人があるんですけども、そこを調べたらこの猫を子猫のカフェっていうのが当時あって、今はもうちょっとないんですけども、そこに何百匹って猫が、保護猫がいると、すべてボランティアさんの手で、そのお部屋の中で育ってるんですけども、その猫を見に行って、この子の飼い主さんになりたいですっていうふうに言うことができるんですよ。でその時にこのオーナーさんがいますので、オーナーさんの質問に答えたりとか、あとはどういう環境で飼うのかとかっていう、このアンケートというか、この書いてあるどういう状況で飼いますかとか、皆さんの家族の家族の同意は得てますかとか、そういうのが質問状で書いてあるので、それに答えて、その後オーナーさんと話をして、じゃあ里親として一回トライアルしてみましょうみたいな感じなんですけども、それで合わなかったらまた返すっていう形でもいいんですよ。でその際はペットショップでこの血統書付きの猫や犬をこの何万何十万っていう風に買って自分のお家に迎え入れるのもいいんですけども、そういう風に保護センターにいる猫や犬たちも、いるので、その子たちを里親に迎え入れるっていうのもまた一つの手だと思います。でそういう子たちは本当に人間慣れもしていますし、本当に子猫から成猫までいますよね。もう6歳7歳の子もいれば10歳ぐらいの子もいますし、だからちょっとあんまり暴れるような猫は欲しくないなとかっていう、ちょっと落ち着いた感じの子がいいなっていう時はそういう保護センターに行ってみると、意外と10歳とかの猫がいて、もうのほほんと暮らしてる子たちと一緒にお家で暮らすのもいいんじゃないかと思うんですけども、で必ず私の知ってるそのケルビブのシェルターは、ワクチンとあとオスメスの避妊じゃないね、去勢ですね去勢もねしてくれるので、オスとメスでまた値段が違うんですけども、ワクチンも含めて全部、1万ぐらいですね、1万円から1万5千円ぐらいの、全猫共通です。1万円から1万5千円ぐらいの
値段を払うとその猫ちゃんを里親に迎えることができますので、ぜひ皆さんちょっとでも猫が欲しいなっていうふうに思っている方がいたら、まずペットショップではなくそういう保護センターに行ってみて、あの猫たちと触れ合ってみるのもいいかもしれないですね。私が、おすすめする猫の、見方とか飼い方、まず最初にそういうとこに行ってみて触れてみるのもいいと思います。そんな感じでね、私が猫を飼うきっかけがまずそこに行ってみたんですよ。行ってみて、あ、やっぱ可愛いなと思って、半年、沖縄に来て半年目に猫が欲しいと思ったきっかけが癒し と、寂しさ。でもこれでは私のエゴだと気づき、そこから約半年間悩みに悩み続けて、長いな、悩みに悩み続けて、あ、分かったと。猫をじゃあストレスを与えない環境をどうしたらいいかって思った時に、私が猫がいる、まあ、約猫の寿命って15年前後なんですけど、猫を飼った時点で、受け入れた時点で15年沖縄から引っ越さなければいいんだって決めたんですよすごい究極論なんですけども、まあまあこれがまたね、親とかに何かがあったとかって言うんだったら、あのまた話は別ですけども、15年間私引っ越さなければいいんだっていうふうに結論に達して、そして共存していこうと。まあもちろんその、もちろん犬も猫も共存っていう形なんですけども、飼うとかこの癒し、寂しいからではなく、一緒に、過ごす家族、共存ですねと思って、あの動物たちを迎え入れてくれるとすごく嬉しいんですけども、まずはこの猫カフェ、猫のシェルター、里親募集とかも結構沖縄県でもね、活躍してるとこ、活動してるところがありますので、私の知ってるところだと毎週日曜日に豊見城とか、チャタンとか、あと新都市にあるペットボックスなどで、この毎週日曜日に猫とか犬の里親会っていうのを開いてますので、ちょっとそこら辺気になる方は調べてみてください。あと猫でね、猫カフェが結構那覇市内にもありますが、私が知ってるのだとニャンソーレ、ニャングスク、喫茶店毛玉、猫マンマアクアですね。他にもなんか、あ、ミスティさんこういうとこありますよとかって知ってる方がいたら、ぜひ皆さん教えてください。で、私がこの先ほど言った動物たちを守る会、ケルビムの、ケルビムの中に子猫の、子猫の部屋っていうカフェもあるんですが、その他に宜野湾の、コンベンションセンターの通り沿いの道路にニャンソーレっていう、間違えました、ニャングスクっていう、ニャングスクって可愛くないですか、猫のお城って書いてニャングスクですね、がありますので、そこもあの里親として見に行けますので、ぜひ気になる方がいたらまずはそこに足を運んでみてください。いろんな情報をね、もし猫を飼いたいなっていう方がいたら、いろんな情報を、集めて、そして耳で聞いて目で見てから、お家に迎え入れてみてください。そんな感じで第1回、猫って本当にわがままなのでした。では1曲聴いてください。キャットウォークではなく、南吉高さんのマンラーウォークです。
ねえねえ、最近髪の毛綺麗になったよね。なんで？私も潤い欲しい。クチャのシャンプー使っているの。え、クチャっておばあが昔使ってた粉のやつ？そう、私も傷んでたけど、クチャ使ってからハリとボリュームが出てきたの。すっごいツヤツヤだよね。琉球コスメハウスでトライアルセットがなんと1200円。お求めは浅田十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ステーキハンズ横ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。あー、ライブ最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょう。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる？ああ、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。今何時？まだ10時やさ。どっか空いてるかな。離れが10時から昼飲みやってるよ。マジな？あのはみ出るハラミ丼のとこな。場所前よ。あまよ、くもじの川沿いの古民家よ。あまよ、鶏そばってデージうまいラーメンもあるし、つまりもうデージになってるぜ。あっち朝6時までやってるのに昼飲みもやってるわ。だるぜ、しかも定休日ないぜ。じゃあ21時間営業だわ。じゃあ昼飲みやってる離れ。2月7日、火曜日午後1時53分を回りました。ミスチーでターヤが FM 那覇沖縄のスタジオより生放送でお送りしています。ですがあと 2,3 分で終わりですね。今日も皆さん1時間お付き合いありがとうございます。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり離れ、浅戸十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、日曜祝祭日もやってるよラウンジオンザロードの提供でお送りしました。さて皆さん、今日火曜日第1回目のコーナー、まあ、今週はね全部第1回目ですよね。コーナーがね、あの月火水木金とコーナーを作ってあの発表していくので、ミスチーそれこのコーナーつまんなかったよとかあったらぜひ意見ください。今日のね、毎週火曜日に行えるコーナーは猫って本当にわがままなの。三毛猫のみーちゃん、ブチのムンタ君と暮らすミスチーが猫好きのあなたにも、そして猫が苦手なあなたにも知ってもらいたい沖縄猫ライフ情報をお届けします。そして漫画アニメ好き勝手、王道からマイナー作品までオタク歴32年のミスチーが好き勝手に熱く語ります。今日は藤田和弘先生の牛音虎を語ってみました。やっぱね、全然時間足りないね、全然時間足りない。あの自分の好きな漫画を語るってちょっと本当は20分ぐらい語りたかったな。多分10分ぐらい段取りがちょっとうまくできてなかったですね。今度は前半後半に分けてまた牛音虎語りたいと思います。半年後ぐらいに、半年後、そうですね、頑張ります。なんかミスチーさん、この漫画語ってくださいとかアニメ語ってくださいとかあったら、私の拙いお言葉でよければ。最近ね、小学校から通い始めようかなっていう風に、通い始めようじゃなくて通い直そうかなと、卒業したにもかかわらずね、言葉の勉強してこようかなと思って、ドリルは買ったんですよ昨日ジュンク堂で受けますね。そんな感じで今日も1時間お付き合いいただいてありがとうございます。また明日も明後日もし明後日も、毎日皆さんのお耳に、そして、お会いできると思いますので、今後とも末永くミスチーでターヤガーをよろしくお願いします。そんな感じでですね、明日も明日で、明日のコーナーとか紹介しちゃおうかな。ちょっといいですか、明日のコーナー紹介しても。明日はですね、水曜日は沖江通りよろず相談所、過去のね新聞や雑誌などの相談をね、ミスチーがこの時代を超えて
ちょっと説明してしながら解決なんかもできたらいいかなと思ってるんですけども、そんな感じでちょっと時間ですね、ごめんなさい。そんな感じで今日もありがとうございました。また、明日この時間、水曜日午後1時にお会いしましょう。またんあちゃーやーたい。